んにちは。変身ファントミ学園です。今回はファントミラージュ40話、新たなお宝ファントミパフュームについてレビューします。前回のあらすじ、サカサーマがいけないパワーで人形から生み出したサライは自分が人形と知ってしまい、もっといけないダークサライについにはダークサライサンタスタイルへ変身してしまいました。サライのガチでガッチガチのガッチガチガチガチゲラクジュエル頂戴できるのか、ココミたちは不安で立ち止まってしまいます。しかしサライと絶対友達になれると信じてみんな変身、サライの元へ向かいます。絆スタイルによってサライのいけない心を頂戴完了したファントミたち、そして人形だったサライは人間、本物の小学5年生サライに生まれ変わることができました。奇跡が起こり、逆逆警察も思わず涙した笑い、可愛さ、感動が詰まったクリスマススペシャルでしたね。そんな君たちに素敵なお知らせだ。今回は今まで集めたギャークジュエルを使って新たなお宝を作ったファンディさん、どうやらクマチーの帽子がパワーアップしたみたいだけど、一体何が起こっちゃうの？早速見てみましょう。その前にファントミ動画をどんどん配信していくので、チャンネル登録よろしくね。新年早々成人式に乗り込んだ逆逆警察たちはイケてるやつを発見。でも成人式に丸刈りってちょっとイケすぎじゃない？成人式の日に大人としての自覚を新たにして立派な大人になること間違いなしっさい。によってイケナイヤーにされた青年は突如としてオタゲーを始めます。なんでオタゲーなの？いけない匂いを察したココミたちは早速ファントミラージュに変身していけないヤーの元に出動。そこにサライも応援に駆けつけます。まっすぐな気持ちでファントミを応援するサライの姿に逆逆警察も思わず感動します。成人式をぶち壊すなんていけなすぎというファントミハートに確かにと同意する逆逆警察。自画自賛なの？素早く動くいけないヤーにファントミたちはなかなか手が出せません。そこでとっさにサライはひらめきます。そうだ、スピード違反によって停止したイケナイヤーから見事ファントミは頂戴完了ができました。その時ギャークジュエルを回収したクマチーの帽子が突然光を放ちます。帽子から飛び出した光るものはファントミたちの元へ降りてきて姿を現しました。ファントミパフューム、これこそファンディさんが作った新しいお宝だったのです。ファンディさんに促されみんなはファントミコフレを開けていきます。ココミはハートがパンパンする、ファンファンパフューム。サキは完全に始まっちゃう、始まっちゃうパフューム。四つ葉は大切な人を守れる、守れるパフューム。セイラはファントミ的にあり、ありありパフュームを手に入れます。なんとサライの元にもファントミパフュームのファンファンパフュームが現れました。ファントミを応援したり思う気持ちがある者にもどうやらファントミパフュームは現れるみたい。ココミとお揃いのアイテムを手に入れてハートがさらにファンファンしてきたサライ、笑顔がとっても可愛いですね。そしてこれから現れる全てのファントミパフュームを集めた時、シーンの力を手に入れるとファンディさんは言います。シーンの力って何？ファントミパフュームを作ったファンディさんもそれはよく知らないみたい。適当はダメだよ、もっともっと頑張って世界中がファンファンできる世界ファンファン計画と意気込むココミたち。世界ファンファン計画って何？それが何なのか分かる日がいつか来るかもしれませんね。さて次回のファントミラージュは早速新しいアイテムファントミパフュームを使って世界中のみんなをファンファンさせていくファントミたち。でも吹奏楽部の先輩がイケナイヤーにされちゃった。一体そのホラ街で何をするつもりなの？始めようみんなのダンス部、どうぞお楽しみに。いかがでしたか？この動画が良かったらグッドボタンを押してね。次も見逃さないようチャンネル登録をしてね。
それではまた次回お会いしましょうね。